自民青年局、誠に遺憾。とお詫びのコメント。自民和歌山県連の過激ダンス賞、自民党青年局は11日。和歌山市で昨年11月に青年局の近畿ブロック会議後に、露出の多い衣装の女性ダンサーを招いた懇親会が開かれたことに関し、誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げる。とのコメントを発表した。出席者の一部には、品位に欠ける振る舞いがあった。 ことも認めた。問題を受け8日に当青年局長と青年局長代理をそれぞれ辞任した藤原隆氏と中曽根康隆氏は、演目が開始されるまで、予興の内容を全く知らされていなかった。とした上で、演目終了後に注意したものの、結果として予興の実施を許してしまったことは国民の信頼を損ねるものだったと認識している。とした、演目が開始されるまで、予興の内容を全く知らされていなかった。 ってじゃあ誰がこのダンスを用意したのだろうか。その点もしっかり明らかにしてもらいたい。そもそも個人じゃなくて青年局の中で議員。あるいは青年局長として参加している皆のにこんなことをしてるのが情けなくて呆れる。それにただ欲にまみれてやったと正直に言うならまだしも、多様性。なんて言い訳にはうさんくささを感じる。一般市民の自分にはただのいかがわしいダンスにしか見えませんが、議員の方々はこのダンスから多様性を見いだすなんてどれほど。 優れた感性を持っていらっしゃるのか本当に気になる。この度はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけたら次の動画の励みとなりますのでぜひよろしくお願いいたします。